本日はウクレレをやっている方にとっても、ギターをねこれから始めようかな、ウクレレ始めようかなっていう方にとっても、役に立つちょっとね楽譜の読み方を紹介したいと思います。タブ譜という楽譜の書き方があるんですけど、このタブ譜っていうのはどういうやつかというと、単音のメロディーを弾きたいときに参考になるという楽譜で、例えばこのドレミファソラシドっていうメロディーを弾くときも、おたまじゃくしだとちょっとわからない、例えば私もですけど、結構そのタブ譜っていうもの自体が初心者様向けに作られてる、その楽譜というかね、まあパズルゲームみたいな感じだと思っといた方がいいです。楽譜なんていうとね、ちょっとなんかすごく難しそうですけど、もう本当にパズルのゲームなんですけど、やっぱり最初パッと見たときに、なんだこれってなる方多いので、まあ私のね、ガズレレ YouTube 動画でもたまに前奏のメロディーとかで、例えば M のさ、とか、海の声の、こういうメロディーが入るときに、それが参考になるんです。その読み方を今日はね、解説したいと思います。ギターをやってる方も、ちょっと、ウクレレ弦4本で、ギター6本なんですけど、まあ、見方は一緒ですんで、参考になると思いますんで、ご覧になってください。では、早速ですけど、ちょっとこれからカメラの位置を変えるんですけど、なぜかというとですね、こう対面でやってるじゃないですか。そうすると皆さんから見て反対になるんで、ちょっとややこしいということで、見やすい角度から、撮影して、皆様にお届けしようと思います。楽しく、このタブ譜、マスターしちゃいましょう。それでは、いってらっしゃい。ゴー！はい、それでは、解説始めようと思います。じゃあ、この絵を見てください。これ、皆さんもうわかりますよね。コードダイアグラムというので、これ C ですけど、C ってここ1個でしたよね。ここね。ここ1個。はい。で、まあ、本来だったらこう押さえるわけね。はい、こうやって弾くわけですけど、これ、そのままにしといて、ちょっとこっち側見てください、これ。なんじゃこれって感じじゃないですか。これも C なんですよ。これ見てください。一弦に3って書いてあるでしょ？一弦ってここですからね。1、2、3でここでしょ？はい、ここ押さえた。次、2弦は0、3弦は0、4弦は0って書いてあるから。まあ、これもつまり同じなんですよ。つまりですね、この表とこれ一緒なんですよ。同じ C っていう表現。まずこれ基本的な考えとしてちょっと新たに持っといてください。この数字で表記ですね。つまり一弦側から、3000というふうに、言ったりとかします。なんていうか、身内との会話で、あれ、このコードってなんだっけって言って、例えば、2021って言ったら、E7 みたいな、そんな感じです。ちょっとお勉強してみましょう。はい、じゃあ、セットでこう出します。はい、ドン。これ、わかるかな？ C はここ3000だったでしょ？ここ3000。はい。次、F って書いてある。あ、F は、1弦の方から0102でしょ？ 0 ってのを抑えないでしょ？ 1 はここでしょ？0を抑えないでしょ？ 2 でしょ？ほら、やっぱり F になる。こういう風に F になるでしょ？はい。はい、次。Am ですね。はい、こっちからまた0と0、0で、2でね、ここ。で、これ Am でしょ？はい。Am、はい。次、最後。G7 はいつものようにここ2。1弦は2でしょ？2弦は1。3弦も2で、4弦0ですね。そうすると、まあ、こういう風に。なるということでございます。この表の見方、こうやって見るわけです。はい。こっちが1弦、2弦、3弦、4弦。こっちも1、2、3弦。この通りに見て数字を押さえるっていう、それが基本になってます。こういう表記をするのも1個、これがまずね、覚えておくといいかもしれません。はい。そうするとコード、さっきも言ったけど、2021だったら E7。2021だったら E7 だとか、0010だったら A7 とか、そういうふうに、言うと伝わるかなと思うんですけれど。まずそれをじゃあはっきりさせておいて、一個これ、もう一個のね、書き方があるぞということでございます。じゃあいよいよメロディーに行こうと思うんですけど、はい、まずこれ、ドン見てください。3弦のところに、0245791112って書いてあるね。これどういうことか。まず、時間がね、こういう風に流れていくんですよ。0,2,4,5,7 って流れていく。左から右に向かって時間が流れていくわけだから、最初0って書いてあるでしょ。で、3弦の0っていうのをここで引くわけじゃん。ピッと。はい。次2って書いてあります。2ってここだよね。次4って書いてある。4。おう、4。おう、わかったわかった。5ってここだな、5。はい。その次9か。あ、そうだ。これ一の前に皆さんお知らせしておきましょう。この丸いボタンってこれポジションマークって言うんですよね。これポジションマーク。
大体このついてます。ここについてないときはこっちについてたりとかしますね。ここだと、このガズの若者ウクレレの場合は3フレット、5フレット、7フレット、10フレットってついてます。はい。ここは3はついてないけども、大体ここからついてるね、ウクレレの場合は。ギターの場合はここからついてます。3。これでね、大体こう、今何番目、これなかったらほら、パッと見どこのフレットかわかんないから、5、7、10って覚えておくといいですね。あ、いや、さっきのに戻りますよ。じゃあもう一回最初から、3弦の0、次2、次4、次5、次7、ここですね。その次、9、7、8、9だからここだな、9。次、11だから9、10、10がここだからね。11ここ。最後12。あ、これってあれじゃん。ドレミファソラシドだなっていう感じなんですよね。この表の見方、今わかります？ 0、2、4、5、7、9、11、12とこういう風に時間が進んでいくと覚えておいてください。これがもう、つまりタブ譜の読み方の、これでもう終わりみたいなとこあるんですけど、まあどうせだったらちょっと面白話をしたいと思います。じゃあちょっと次の表を見てください。はい、ドン。これ、ちょっと見てみましょう。これちょっと難しくなったような感じがしない？まずやってみましょう。3弦の0でしょ？ 3 弦の0。次に押さえました。2。次、2弦の0フレット。はい。次、2弦の1。次、2弦の3。次、1弦の0。はい、ここの0ね。次、2フレット1弦の。次、1弦の3フレット。あれ？これもドレミファソラシドじゃん。なんで？さっきと同じなんだけど、押さえるとこ違くないっていうのが、この弦楽器の面白いところなんですよ。これがね、深いんです。例えばだけれども、この、2弦の5フレット押さえてみましょう。鳴らしてみましょう。ね、この音覚えておいてください。この音と、1弦の0フレット。同じ音。ほら。あとね、ここか。3弦の9フレットも一緒。で、4弦の2フレットも、これ同じ音がね、いっぱいあるんですよ、弦楽器って。これはベースでもギターでも一緒です。それなので、メロディーの弾き方に、決まりはないんですよね。だからその人のやりやすいやり方っていうことを覚えておいていただければいいと思うんですけど、なんで同じドレミファソラシドを弾くにも、一本の弦だけでも弾けるし、こういうふうにまたぐこともできるし、2本の弦だけでもできるしって、それを考えるのが、まあ、一個面白さなんですけど、まあ、皆さんは、今ね、例えば、使われるパターンとしては、ガズレレ動画の中で、たまに出てくる、前奏で出てくるメロディーっていう感じで意識してもらうといいんですけど、なるべくガズは、初心者の人が、動かしやすいような、ラズで作ってるんですけど、これ自分で書くときにも、それを覚えとくとね、あ、ここ押さえづらいからこっちにしようかなってまた考える一個のね、脳トレ的要素にもなるんで、それを、ちょっと頭に入れとくといいと思います。同じ音がいっぱいあるから、一個じゃないぞっていう風にどっかで持っといてください。はい。それ一個ね、おまけの話として。でですね、今日は、せっかくこうタブ譜を習ったんで、一個、みんなの大好きなっていうか、まあ、ガズレレではね、初心者の方に本当に超便利な曲だなと思ってよくやってるんですけど、踊るポンポコリンの、イントロをやってみようと思います。これです。ちょっと聞いてて。はい。このメロディ、最後は G7。G7 2回だったんですけど、これをちょっとマスターしました。はい、ここに出します。はい。これもう、これ分かるよね。見方ね。これ、ちょっとこの、今出てるテロップを、ノートとかメモ帳に書いて、こういうので、理解していくのがいいと思います。まあ、じゃあ一応解説しますよ。最初に3弦の0フレット。その次3弦の2フレット。その次は2弦の0フレット。次2弦の1フレット。次2弦の3。次また戻って2弦の1。また2弦の0。はい。次3弦の2です。はい。ここまで前半。0201310。ここが前半。後半いきますよ。3弦の0。今度2弦の0。2弦の3。2弦の0。次 G7 です。G7 はこの三角形だから。はい。もう一回、じゃあ一番最初からいきますよ。3弦の0、2、2弦の0、2弦の1、3、1、0、戻って3弦の2、また3弦の0、次2弦の0、2弦の3、0で G7、G7 ですね。
はい、こんな感じです。この指ですけど、どの指で押さえるかっていうのは、まあ、人それぞれですけど、今みたいな、この3フレットぐらいで収まっちゃうときは、この一応指の担当性を、人差し指、中指、薬指で担当するのがいいと思います。はい、今みたいな指の動かし方。これ、ここまで早くやんなくても、最初はね、ゆっくりじっくりでいいですからね。はい、こんな感じで、タブ譜を読んでいきます。こっからこういう風に流れていくって覚えておいてください。で、こっちが1弦こっちが4弦ですからね。はい、これ全くこの通りに見ればいいわけ。時間がこう進んでいくぞという風に、その感覚が分かっただけでもうね、これからね、いろんなあのタブの曲練習できると思いますんで、あのガズレレ動画の中でもよくメロディーで出てきます。一応代表的なのはプリプリの M とか、まあいっぱいあるな、本当にちょこ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 出てきてますんで、それでは先ほどのスタジオに戻ります。はい、どうでしたかね皆さん。タブ譜が分かると結構この面白いでしょ。で、今度自分でひらめいたメロディーをタブ譜に書いといてメモに残しておいたら、また自分でもこうメロディーなんかこう弾けるかもしれないし、はい、なんでお友達がコードを弾いて自分はメロディーを弾いて、例えばな、ま、曲がりくねりはしゃいだ道とか、こういうのを自分で書いていくのも一個の面白いゲーム感覚でやってみるのもいいかもしれません。はい、そんなことでですね、これもこういう要素も楽しく、前奏とか間奏のメロディを弾いてみるっていうのも一個のチャレンジだと思いますし、いろんなね音楽の楽しみ方ができるっていう弦楽器の、ね、特徴です。コード弾きもできるし、こうメロディー弾きも弾けるっていうのはこのね おいしいところなんで、そういうのもちょっとね体験してて、その参考になるようにタブ譜ご活用してください。ありがとうございます。2023年ガズレレ生誕10周年イベントなんですけど、東京名古屋大阪プラス東京での追加公演、全公演チケット完売ソールドアウトになりました。ありがとうございます。ご参加いただく方本当めっちゃ楽しみにしてますんで、一緒に盛り上がって最高の時間を一緒に作り上げていきましょう。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますか、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。